春日さん野球いかがですか？あんまり見ないです。見ないただなんかなぜかヤクルトの試合を見に行く予定があって、それでそれはすみません本当に申し訳ないんですけど、ヤクルトが弱いから見に行くんだっていう話だったのに、はい、こんなに強くなってるとはちょっと違う。弱いから見に行くってどういうことだろう。弱いから応援に行こうっていう話で盛り上がってたんです、一時。ああなるほど、ね、昔はそういうもんでしたよね、スワローズ応援に行くってのは、はい、昔はそうだったんですけど ね昔はあの、岡田さんという応援団の方が涙を流しながら優勝する時にあの旗を作っておられるところを取材したことありますけれども、そんなチームのことを言っても誰ももう若い人は信用しないですよね。そうですね、まあ、岡田さんがねご自身で あの、まあ、看板のね、そうですお仕事されて看板屋さんだったから自分で作られるんですよね旗とか。そんなところで、まあ、スワローズが走って、パリーグはまだ混戦というのが続いておりますが、ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。